氷山市郊外を流れる阿武熊川、河川改修前の稼働後、三日月湖が残る。北海道雨流郡の流町にある三日月湖。1977年撮影。国土交通省、国土画像情報より作成。自然状態の蛇行した河川と無数の三日月湖。三日月湖とは、河川の自然堤防帯における蛇行の進行の結果。 稼働が切断され短絡化し形成された急流路のことである。典型例として石狩川の中流が挙げられる。川跡ことも呼ばれる。氾濫源の中を蛇行する河川は、わずかな地層、地形の変化で、いくつものカーブを作り出す。カーブの外側では侵食、内側では堆積が行われるために、カーブは徐々に大きなものとなり、根元のくびれが小さくなっていく。 やがて、カーブ同士が接合して流路が短絡されると川の水は短絡路を流れるようになり、大きくカーブしていた旧稼働は流れから取り残される。その結果、新稼働と旧稼働との間に土砂が堆積して、旧稼働は河川から切り離されて湖となる。多くの場合、この湖が三日月型となっているため三日月湖と呼ばれる。また、 洪水などによって大規模な侵食が起きて流れが変わったり河川回収に伴う人工的な流路変更によって同様の地形が作り出されることがある。このような地形があり化された場合、地震による液状化現象の原因となることが多く、東北地方太平洋沖地震でクローズアップされた。ありがとうございます。